皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は実は前々からねやりたくて仕方なかった企画なんですけど、諸事情でね、ようやく出せることになったんですけど、今回はコーナーキック守備徹底解説ということでタイトル通りやっていきたいと思います。コーナーの守備ってまあ基本クリア連打みたいなところありますし、まあ、無抵抗ではあると思うんですけど、まあ、たまにねこのような感じで小さな選手が大きな選手をマンマークしていたり、まあ、いわゆるミスマッチがね起きたりとか失点につながるケースなんかもあるので、まあ、それを防げないと考えたわけですね。まあ、これが先日エイフットボールリーグで対戦した時の映像というか画像なんですけど、まあ、グリーズマンがねしっかりね背の高い選手にマークついていたりとか、まあ、このような形でミスマッチがね起きてしまうんですよね。まあ、なので、まあ、今回それを防げるようにまあ、選手の配置だったりとか、あとはフォーメーションによる変更ポイントなんかを紹介していきます。今回 PS4 の画面をね使ってやっていくんですけど、ウィニングレプンアプリも基本的には PS4 をベースに作られているはずなので、まあ、戦術をね切り替えたりとかはできないですけど、まあ、同じ局面なんかはあるんじゃないかなって思うので参考になればと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、まずは戦術についてなんですけど3つありますね。まあ、アプリだとランダムでおそらくこの3つがぐるぐる回ってるイメージですかね。今回ベースとしてはゾーンの方を見ていきます。マンマークはまあその名の通り一人一人につく守り方ですね。でミックスに関してはほぼゾーンと同じです。で違いは後々出てきます。まあ、ゾーンを使ってる方が多いのかなって思うので今回は一応ゾーンをベースに話していきます。で今回紹介するにあたって、まあ、各ポジションをこのような名称で呼びたいと思います。ゴールキーパー、まあ、ゴールキーパーは説明しないんですけど、まあ、ポスト2や4選抜トップ残り3ということで、このような説明で紹介していきますので、その辺は頭に入れつつご覧ください。はい、ではまず各ポジションのルールを解説していきます。はい、まずはトップの解説ですね。まあ、基本的には CF の選手が相手陣内でカウンターに備えるために残る形なんですけど、例えば1トップの場合だったり3トップのウィングありならね分かりやすいですよね。まあ、中央の位置に配置されている選手が基本的に残る形です。なのでバイエルンでいうとシュポモティング、フランスでいうとジルーですね。この選手が残る形です。では2トップだったりとか 3CF の場合、これは気になりますよね。でこれに関しては基本マッチングした時に右側に配置されている選手になります。なのでシュポモティングだったり、フランスで言うとグリーズマンだったり、このような形ですね。ただし右側だけ ST にしていたりとか、試合途中に右側を ST に変えたりした場合はトップの選手が相方に変わります。まあ、バイエルンで言うとミュラーに変わるって感じですね。そして、まあ、相方の選手も ST な場合、フランスで言うと、まあ、グリーズマンもジルーも ST ですね。この場合は、右の選手を ST に変えた場合でも、そのまま右側にね、残る形なので、残る選手、トップの選手っていうのはグリーズマンになりますね。そしてマッチング後に右側の選手を別の選手に入れ替えた場合ですね。例えばシュポモティングをベンチにいるレバンドフスキに変えたりとか、あとはグリーズマンとムバッペの位置を入れ替えたりとか、そのような変更をした場合でも右側に新たに入った選手がトップを引き継ぐ形なので、まあ、レバンドフスキだったりムバッペだったりが引き継ぐ形でトップに残る形ですね。ただマッチング後に左右を入れ替えた場合は新しく右側になった選手がトップになるので、例えばジルーとグリーズマンを入れ替えた場合はジルーが残るという形になります。はい、そして疑似 3CF がややこしいんですけど、まあ、基本的には初期配置ですね。正三角形の場合は CF の選手、これで言うとムバッペですね。で逆三角形の場合は右の CF の選手、この画面で言うとフリットですね。こちらになります。ただし PS4 の場合スカット画面とかマッチング後にトップの選手をいじったりできるので、まあ、その場合が若干ややこしくなるんですけど、まあ、例えばムバッペの位置を、まあ、このような感じで ST に変えた場合ですね。で逆にムバッペをそのままに左側に移してフリットを CF に上げた場合、まあ、このような感じでいろんなね、パターンがあると思うんですけど、まあ、基本この場合はムバッペにね、トップの権利っていうのがあるので、まあ、新しく CF に配置した選手がいたりとしても基本的にはムバッペが残る形にはなります。はい、ということで、まあ、ややややこしいルールになってるんですけど、皆さん理解できましたですかね、これ。はい、ただわからないという方でもご安心ください。超わかりやすく見分ける方法があります。はい、それはキックオフ時にボールをセットした選手がトップになるって感じですね。まあ、最初からこれ説明すれば一発だったんですけど、一応流れから説明させてもらいました。まあ、ただし例外がちょっとあって、まあ、これは簡単なので説明しておきますけど、例えばカウンターターゲットを入れている場合ですね、まあ、1人2人入れている方は、まあ、それぞれが残る形で、あとは攻守レベルを上下している場合プラス攻守レベルをいじってなくても AI が2人残している場合があるんですけど、まあ、その場合は若干変わってきます。でアプリの方には攻守レベルの表示はないんですけど、おそらく裏攻守レベルみたいなのがあって、まあ、2人残している場合があ
るので、まあ、その場合も若干ルールが変わってきます。はい、続いてフォー選抜見ていきましょう。フォー選抜に関してはフィジカルやヘディング、ジャンプの数値、あとは身長などですね、このあたりのトータルで選ばれてきます。ただしこの4人に関しては今後まあいくつかのポジションがある中で、まあ、そのあたりで条件なんかもねあるんですけど、基本的にはこの4選抜が優先されます。なので絶対的4人って感じで考えていただくといいと思います。もちろんこの4選抜には攻撃的な選手も入る可能性があります。例えばまあ攻撃的な選手でいうと、まあ、ルカクとかロナウドとかレバンドフスキとか、まあ、このあたりのフィジカルなんかに優れている選手が入る可能性があります。まあ、小柄な選手しかいない場合は入ってきませんし、例えば2トップの場合、ロナウドとルカクの2トップの場合でも選ばれるのは1人ですね。まあ左側ですよね、右側はトップなんで。でこちらの4人を強度順に並べると、手前から 3-1-2-4 の順番ですね、リュカエルなんですが3ということで、一番奥はハビ・マルティネスなんですけど、ハビ・マルティネスが4ですね。ただしこの4人に関しては若干時間の経過なんかで入れ替わりもありますし、あとは連続コーナーで入れ替わったりとか、コーナー直前にメンバーを入れ替えたりすると位置が若干ずれることがあります。ただし逆サイドからのコーナーでも基本的に並びはこのような形で同じになります。まあ、逆からなので、手前がハビ・マルティネスで奥がリュカエルなんですって感じですね。でこの場合でショートコーナーされると、3番と4番の選手、リュカエルなんですとハビ・マルティネスが、まあ、同サイドのコーナーの時に出ていく形なので、そのスペースが空くので、そこだけ注意が必要です。ちなみにこれを先日のミックスに設定すると、4選抜が3選抜になります。まあ、スペースを4人で埋めているのと3人で埋めているのと、その辺も変わってきますし、ちなみに4番の選手、まあ、今回のパターンで言うとハビ・マルティネスの方が外れてくるという形になります。まあ、唯一、まあ、ゾーンとミックスの違いは基本的にはこの1点のみですね。ゴール前4人を並べたいのか3人を並べたいのかで選ぶといいのかなと思います。基本的には4人いた方が安心かなとは思いますね。はい、続いてはポストの選手見ていきたいと思います。このような形でポストの位置にねいる選手のことですね。はい、まあ基本的にはサイドバック登録で、同サイドからのコーナーの時にポストに入ります。まあ左コーナーの時はリュカエルなんですとか、右コーナーの時はパバールとか、まあそのような形ですね。ただし3バックの場合、まあダブルボランチであれば両サイドのボランチの選手、まあバイエルンちょっと今4バックですけど、これを3バックだったと考えた時に、左からのコーナーキックであればアラバが入るっていう形ですね。ただし1ボランチの場合は若干ややこしくて、左コーナーキックの時は1ボランチの選手が入るんですけど、右コーナーキックの時は OMF とかサイドハーフしかいないフォーメーションだと1ボランチの選手が入るんですけど、 CMF とか DMF の登録の選手がいる場合は同サイドの選手が立つっていう感じですね。はい、まあ、このあたりがちょっとややこしくはなっております。はい、続いてニアと残り3なんですけど、まあ、数字で言うと4番と6番のポジションですね。まずはニアなんですけど、まあ、これがちょっと一番法則性が分かりにくくて、まあ、基本的には OMF とかサイドハーフの選手だとか、まあ、攻撃的な選手が入ることがあるんですけど、まあ、こちらの4番のニアと6番の残り3に関しては結構ランダム要素が多めですね。まあ、基本的には攻撃的な選手が入りやすくなっています。でちなみに2トップで ST になっている選手がいると、基本的にこのニアの4番のポジションに入ることが多いです。で最後6番の残り3ということで、ここなんですけど、まあ、トップでもなくて4選抜でもなくてポストにも立たない、まあ、4番のニアのポジションと合わせて4人ですね。まあ、OMF とかウイング、 CMF、 サイドハーフ、このあたりのポジションの選手が入ってくる印象です。ちなみにミックスにすることによって3選抜になるというふうに言いましたけど、1人外れた選手はこの6番のポジション残り3に入ってくる形になります。はい、ということで、まあ、いろいろね、説明していきましたが、まあ、これらを踏まえてどんな人選をするのがいいのか紹介していきたいと思います。まず上背のある選手、まあ、身長の高い選手、空中戦に強い選手、最低4人以上は入れた方がいいですよね。そうしておかないと、この5番のポジション4選抜のところに、まあ、小柄な選手だとかを入れてしまう可能性があるので、まあ、最低でも4人のね、長身の選手、フィジカルに優れた選手、このあたりをね、入れておきたいですよね。まあ、あとはワントップ、あとはまあウィングアリの3トップの真ん中の選手だとか、まあ、2トップの右側にカウンターで残したい選手をね入れておけば、カウンターターゲットいらずのねお手製カウンターターゲットなんかも完成するので、まあ、そのあたりも考えるといいかなと思います。で2人以上残したいという方は攻守レベル上げたりとか、まあ、そのあたりも考えていくといいですね。まあ、なので5番と2番の選手なんかをね重点的にメンバーは選ぶといいのかなって思います。プラス、まあ、コーナーからカウンターを仕掛けたいという方は残り3に入る選手が重要になってくると思うので、
まあ足の速い選手だとか正確なパスが出せるような選手なんかをね配置できるように、そのあたりも考えていくといいのかなって思います。はい、というわけで、まあ、配置とね人選しっかり見ていきましたので、まあ、実際の映像を使って、どのように守ればいいのか見ていきたいと思います。まあ、基本的にはいつも通りでいいのかなっていう感じですけどね。はい、こうやって壁に入った時に、今フォー選抜のハビ・マルティネスが出ていたと思うんですけど、まあ、このようにフォー選抜のメンバーが順番に出ていってしまうんですね。今ボアテングが出ていって、まあ、戻ってくる時には間に入るということで、そのスペースがね若干空くんですよね。このようにサネを前に持っていくと、ハビ・マルティネスが出ていってしまうと。でこれはなぜかっていうと、まあ、今ペナルティエリアのちょっと外に一人選手がいると思うんですけど、白いユニフォームの、この選手に対してマークをつくのかっていう感じで、まあ、今ボアティング出てきましたけど、順番に、まあ、3人ぐらいが出たり入ったりを繰り返すようになります。まあ、ただマイクラブって大体このようになっていて、先ほどいた白い選手がここのペナルティエリアのちょっと外ぐらいにいなくなりましたよね。ここまあ大体サイドバックの選手がここに入ること多いんですけど、まあディフェンシブ入れていたりとか、あとはカウンターターゲットをこの試合入れてるんですけど、まあこういうような感じでカウンターターゲットを入れてるということは2枚残ってるので、まあより多くの選手が後ろでね守っているので、ここにいなくなるっていう感じなんですね。なのでこのように壁に張り付くような形でここに立ったとしても、中の選手の動きがねかなり少なくなるのがわかるかなと思います。なのでマイクラブに関してはだいたいこのような形に、まあ、自分もちょっと試してみましたが、このなることがほとんどだったので、まあ、問題ないんですけど、まあ、仮にサイドバックがいると選手がね出ていっちゃうことはあるかもしれませんが、まあ、そうなるケースってだいたい時間をこのようにかけた時なので、多分コーナーキックを蹴るのにこんなに時間かける人いないと思うので、だいたい 2,3 秒でね蹴る方多いと思うんで、まあそんなにね考え込まなくていいとは思うんですけど、そんな長い間かける方がいるという時はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。あとはまあショートコーナーを使う方がいると思うんですけど、まあ、このようにハビ・マルティネスと打たせてしまうと、ここムシアラが今言ってるんですけど、ちょっと強度の低い選手が対応に行かないといけないので、まあ、こういう時はハビ・マルティネスにカーソル当てるんじゃなくて、まあ、他の選手に当てておいて、今ハビ・マルティネスが手前の選手にマークに行ったと思うんですけど、まあ、このような感じで強度の強い選手でここにねチェックに行く方がいいのかなって思います。なのでまあサネにカーソル当てるとかして、まあ、ハビ・マルティネスは先ほどのポジションですね、今違うところにありましたけど、それの方がいいかなっていうところ、ここを入れられると、まあ、サネで行ったりとか他の選手で行かなくとってなるので、なのでまあショートコーナーなんかを使ってくる方は、まあ、そのような対応ができるんじゃないかなってところですね。はい、ということで、まあ、基本的にはいつも通りのね守り方でいいのかなとは思いますけど、まあ、人選とか配置などを気にしつつ、まあ、あとはねクリアボタンをね連打する形でコーナーの守備に備えればいいのかなって思います。こちらのチャンネルではこのように、まあ、皆さん他の方がやられてないんじゃないかなと思うような動画なんかも上げてますし、まあ、役立つ情報、最新情報などの動画も上げてるので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。